お父さん。どうしたの？多分これで最後かな。何が？家族旅行。自分基準で説教しないでって言ってる。別にしてないんですけど。お姉ちゃん関係ないでしょ。関係あるでしょ。ちょっとどうしたのよ、こんなとこで。見せられ。はい、本日の高橋岳のシネマ館配信も素晴らしい映画監督とプロデューサーですね、お話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、瀬戸佳穂です。俳優をしております。この映画気まぐれでですね、初めてプロデュースとあと原案と出演をしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前作のね、監督とのコンビということでね、はい、今回前回はプロデューサーではなかったです、単に出演で。そうですね、それより前もいくつかご一緒させていただいてるんですけど、はいはい、それまでは全部その監督と出演者っていう立ち位置でやっておりまして、はいはいはい、この気まぐれっていう作品で初めてプロデュースとして関わりました。なるほど。まずは先にですね、あらすじを簡単にお願いいたします。はい、岩田家という4人の家族が、親族の結婚式に行き、はい、そのついでに旅行をすると。でその旅行で何かが起きるというのが本当の簡単なあらすじでございます。はい、はい、我々の、ね、はい、ホームページのあらすじとか読んでしまうと、まあ、短編なんでね、まあ、全てがそれを、まあ、表してるは表してるんですけど、逆になんかこの映画はそのあらすじをかけるっていうよりも、何ですかね、なんかこう時間を一緒に過ごすっていう感覚で、あ、そうかもしれないですね、うん、拝見しまして、だから本当はあらすじ読んであると、まあ、そのままのことが起こっていくので、特にこのハッハッっていうのはないんですけど、変な話ね。わかります、わかります。でもなぜかこの25分間この家族と共に過ごしたっていうか、で25分なんですか、まあ1泊2日ですよね、前はね、この子供たちは、ね、なんかそれを25分の中に自分もなんか1泊2日一緒に同行させてもらった感覚で見ましたね。ありがとうございます。はい、で、その短いこの家族のなんか歴史もなんか伝わってくるというか、それがすごいなと思いましたね。うん、ああ、そうですか。なんかそのバックグラウンドを、はいはいはい、その短編っていう制約もあるので、はい、なんか全員分の今までの過去を映せてない部分だったりもあったりしたので、はいはいはい、それでもなんかその過去が見えたというふうにおっしゃってくださって、すごい嬉しいです。はい、なんかね、何気ないこのこうセリフの中でこの人物はこうなんだろうなっていうのが分かるし、なんかこの家族の関係性っていうのもすごくなんか割合冒頭から分かるっていうか、でそんで最後になんかもう一回認識させられるっていうか、いい家族だよねっていう感じでは思って、それはなんか本当に短編としてすごくまとまってるというか、それを思いましたね。ありがとうございます。なんかそうですね、なんかその一番最初の家族3人、はい、娘と母が歩いてきて、はい、後ろにお父さんが歩くシーンがあるんですけど、はい、もうそこから家族だって分かってくださった方が結構見てくださった方の中で多くて、はいはい、それはすごく嬉しいですね。意図してた部分でもありますので、はいはい、その家族だよっていうのを、はいはい、それが伝わって嬉しいですし、だからなんかその本当はこう1時間半ぐらいの長編ではい、この結婚式に向かっての事柄があるんだけども、それを映してないんだけど、この25分でその前半のまあ一割合映画としては本当は1時間ぐらいあるだろうなっていう部分がなんかすぐに入ってくるっていうか、なんかそれがありましたね。なんかこう演出的っていうか、こう映像的になんかちょっとしたことであって、で途中で母親組となんか父親組に分かれたりもするので、まあ、その辺でもこの家族のどうですか、今までの接し方というか、そんなのあれ伝わってきましたね。
そうですね。あと、長岡さんのその脚本、途中から、私が原案をやっていて、長岡さんが途中からの脚本を担当されてるんですけども、その同じ場所で全員が揃ってるより、全員をバラバラにしたり、この人とこの人は一緒に行動をしたりとか、そういうふうに人を移動させるっていうのは、長岡さんはおっしゃってて、なんかその長岡さんの特徴だったり、なんて言ったらいいんですかね、特色っていうのがすごく出ていたかなと思いますね。なんかそれがね、拝見してて、すごくわかるっていうか、伝わってきましたね、本当にね。ありがとうございます。ほんで、本当にもっとエピソードつければいろいろあると思うんですけど、そうしちゃうと、長さもなってきます。これはどうですか？初めからそういう短編っていう制約があったんですか？作るに対しては。そうですね。八王子映画祭っていう映画祭がありまして、そちらに企画をこちら出してて、で、それで通りまして、なんて言ってるんですかね。それに向けて撮影で上映があったんですけど、縛りがあるんですよね。その短編っていう縛りがあって、25分以内にっていうのがありまして、そうですね。なんで、その後のことは考えず、そこで撮れるいいものを撮ろうということで、短編で、撮影が決まっておりました。なるほど。だからそれがすごいな。割合、その制約があるとね、いろんなことがもう、いっぱいいっぱい難しくて、割合こう作っちゃうと伝えきれない、ね、映画ともあったりとか、いろいろあるんですけどね。ね、もっと短くても伝わったりとかね、それで終わったりとかする。なんかこれはそういう、見てると、その1時間半分ぐらいのこう終盤戦っていう感じのね、ラスト終盤の物語みたいな感じでも撮れましたね。なんかそれがうまいなっていう感じで。だからもうその、ご両親の離婚問題とかもあるんですけども、でもそれをパッと見せられるんだけど、あ、ここへ来るまでに何度かこういう話し合いがあって、で、なんか最終地点がここなんやっていう感じにも感じ取れましたね。なんか、ありがとうございます。それがないとなんか突拍子に出てきたらね、あっと思うんですけど、なんかそれが全然全ての行動が、お姉さんも妹の方も突飛的な行動をしちゃうんですけど、それが違和感ないっていうか、あ、この人、りがとうございます。こういう人だからこれしたんだなっていうのが、なんかもう、女の人3人の時の会話とかでも、なんか分かっちゃうというかね、なんかそれすごいです。それ、脚本マジックっていうのか、なんていうか、それを感じましたね。そうですね。なんかその脚本の段階でその人らしさっていうのはもちろん出てたんですけど、でもそのやっぱり皆さんに演じていただいた中で、なんかよりキャラクターがその色を持ってそれぞれの人としてなんか歩き出した感じはありましたね。なのですごい信用してお任せしてました。ね、だからね、我々4人を映そうと思うと、我々その各一人一人の説明でね、やっぱり20分ぐらい本当は撮るじゃないですか、長編がね。それをあもうりなんまかすもね。う、ね、それも30秒ぐらいでなんか分からすっていうのが、なんかすごいなっていう感じで、私もこの25分すごく満足してて、この家族と、この家族と25分共にするっていうのが、この映画の見方ですよね、どっちかとね。そうですね。この家族どうなるんだみたいな感じで見ていただけたら嬉しいなとは思っておりました。でもまあ、ね、ほっこりした感じで終わるんで、それは良かったかなっていう。そうですね。それはもう長岡さんの、なんて言ったらいいんですかね。長岡さんの仕業っていうとちょっとあれですけど、長岡さんのマジックですよね。でもこれはもう、だから、気まぐれっていう題名は、コードがみんな気まぐれっていうにかかってくる。どんなイメージなんですかね、この題名的には。そうですね。なんかその、私がひらがな4文字にしたかったっていう、キャッチーなタイトルにしたかったっていうのもあるんですけど、それを長岡さんにお願いしたら、いろいろ候補挙げてくださったんですけど、で、気まぐれって挙げてくださって、なぜならこの登場人物たちは気まぐれに旅の中で、いろいろ自由に動き回るっていう、のがありまして、その旅の非日常さが、その気まぐれを誘発させるというか、で、気まぐれいいねってなって気まぐれになりましたね。でも、それね、すごくと旅行先そんないきなりするかっていうこともあったりとか、全部この旅行先でっていうのが割れ味噌になってて、これが自宅での物語だとまたね、全然違うんですよね、これ。そこが割この面白い、その設定的に面白いかなっていう感じですね。そうですね。私が書いていた原案だと、それこそ家の中の話だったんですよ。
そうね、家の中でその離婚するっていう話があって、それに、なんだろうな、私、長女役で自分を考えてたんですけど、はいはい、そこで考える娘たちみたいな話だったんですけど、うんうん、やっぱりそのどこか別の場所に行くことが大事なんじゃないかというふうに長岡さんからアドバイスいただいて、変わっていった部分もあるので、本当に感謝ですね。ね、多分それはそれが正解かなと、ね、ちょっと見ておる勝手なことばっかり言いますけど、なんか家の中の出来事、じゃないから、すごく、よかったかなっていうね。そんな、それが気まぐれっていう感じで。なんか家の中で怒っちゃうとわがままっていうような、その4文字の方が合っちゃうかなっていう感じですけど。こうそうですね。家の中だと、タイトルも解散物語っていう、全然違うタイトルだったんですよ。はいはいはい。だったんですけど、ね、そうですね。やっぱり気まぐれになって、いろいろね、旅行したりする作品になってよかったなと、今は思ってます。ね、本当にね、これ、皆さんがこの家族と出会うことが、なんか幸せかなっていう、ね、感じで思いますね。うん、ありがとうございます。はい、でも、これ、今回、やっぱあの、布施さん、プロデュースもされましたけど、はい、監督までしてみようとかいうのはなかったですか？最近、割合、女優さんが割合監督するのが、割合多かったりするんですけども。いらっしゃいますよね、確かに。ちょっとね、兄ちゃん。最近公開されたのでもありましたけど、なんかそれは、はい、今後の挑戦ですか？監督のこと、ね、信頼してあるからね、信頼してあるからもうそれでいけてると思うんですけど。でも私多分自分が好きな方をにお願いしてお芝居していただいたら、はい、全部 OK って言っちゃうなと思って今の最高でしたとかすぐ言っちゃうと思ってでもそれもいいちょっと冷静になれないので、はい、クレマチスの時は7日間の物語で、なんか撮影も7日間とかっていうのをお聞きしたんですけど、はい、今回は、はい、そうでしたね、まさか25分で撮ったんで今回は、2日ですね、2日撮影なので、うん、そうですね、岩岳の旅行と一緒です。あのね、あ、そうか、そうかだから半分もうドキュメンタリー風っていうかリアルなんですね。あ、そうですね、時間との戦いもありました。なるほどね、あ、そうか今度はそれで行ったんですね。いやいや、ちょっと今苦しかったですね。割合でもお二人割その数字になんかね、こだわりはるところがあってそうですね、それがありますね。それがでも面白いかなっていう感じで今後またいろんな作品を作っていくときにそういう数字がなんかキーワードになっても面白いかなと、ね、そうですね。結構長岡さん数字以外にもこだわりがある部分が、はいはい、いくつかなんだろう、分かりやすい部分じゃなくてのこだわりが結構ある方なので、はいはい、多分長岡さんがこの場にいたらきっともっとあったとは思います。なるほど、ね、こだわりが、うんうん、これ家族はだから、土地的には東京の方のイメージですか？それはそんなに土地感はあんまり関係ないっていう。ですね、東京の人たちではなくて、うん、ちょっと地方の方に住んでいる、はい、東京以外に住んでいる方々っていう設定ですね。あ、なるほどね。やっぱり関西人ではない、はい、ではないですね。関西人だとこんだけちょっとハートウォーミングにならないよなっていう感じで、はい、拝見して上品で、やっぱり上品だねとでも、うん、父親の内田さん、あ、はい、母親の石本さんは確か関西の方の出身 で、うん、で内田さんもすごく関西弁喋られるんで、その二人はきっと大阪編というかそれもいけるんだと思うんですけどそれも、ね、娘たちが違くて、ちょっと先オフレコで言ってたんですけどね、まあそういう、はいはい、また新たにそういうのも、もしかも、また、あ、そう、ね、企画が出ましたよね、また、急にね、ちょっと別バージョンができるかもしれない。別バージョンでね、なんかね、はい、関西バージョンの家族のとっても、そうですね、ね、また瀬戸さんも出ていただいて、瀬戸さんがだから関西弁はあまりおしゃべりにならないのかなと。いや、そうですね、やったことなくて、でもすごい多分、関西弁の方って関西弁を外の方が喋るのに結構厳しかったりするじゃないですか。するじゃないですか。だからちょっとちゃんと演技指導入れないとと思ったんで、ちょっとその際は高橋さんお願いします。いやいや、まだね、演技は演技でも分かっちゃうんですけどね、なんかね。はい、あ、やっぱそうですか。そうですね、そうです、はい。やっぱり演技でやられる方、この間ちょっと関西出身の方の関西の映画を見ると、そうだよねっていう納得いきましたね。全然違和感なかったですけど、とある映画は納得しましたけど、やっぱりね、やられると演技とやっぱりちょっと違いますね。演技と数が入ってるのはね、やっぱり
まあ、それはどこの地方の営業してもそうだと思うんですけど、四国、はいはい、九州の営業するときもね、そういう方言ってやっぱり難しいですね。そうですよね、うん、だから口は表現できても心がやっぱりどうしてもね、あ、合ってないからどうしてもっていうのはありますよね。それは確かなことなんですけど、はい、まあ、そうですね、うん、でもまあ気まぐれに関してはそれはもう全然気にせずに、全然この家族としてね見ていただいて余談になってしまいましたので、ね、本当に、うん、あの私は本当にね、あのこれをちょっとこれを長編にするんじゃなしに、なんか一緒のキャストさんで一緒のスタッフさんでまたこう新たな家族をあの物語をなんか作っていただきたいなっていうのが我々拝見して思いましたね。嬉しいですね。そういう風に言っていただけるのはすごく嬉しいです。キーワードはね、なんか家族っていう感じでね、あの家族旅行の話、うん、家族っていう感じでやれたら面白いのかなと思いますね、はい、いやもうね、信用できるスタッフさん、信用できるキャストでやられてるんでね、もったいないですよね。そうですね、せっかく、うん、なんだろう、映画とかって同じメンツでやることってもう一回やったらないことが多いので、はいはい、なんかそうですね、その当たり前を壊していきたいというか、はい、もう一回同じメンバーで全部できたらいいなっていうのは思ったりしますね。そうですね、あんまりね、まあ、その仲間になってしまうとまたデメリットもあるんですけどね、まあ、そのメリットもね、うん、あるでしょうしね。そうですね、はい、でね、東京の方はね、好評で始まってまして、ありがとうございます、ね、おかげさまで、ね、東京は長い間すのに大阪はちょっと2日間ということで、あ、申し訳ございません2日間みっちりこう満席でね皆さん貴重な時をね見ていただきたいなと思いますよね。そうですね、うんうん、本当にお越しいただけたらとても嬉しいですね、はい、お待ちしております。はい、前作でも関西来られたんですか？はあんまり。そうですね、はい、お邪魔しておりますね。京都もお邪魔しましたし、大阪行きましたし、名古屋も行ってですかね。はい、お邪魔しましたね、うんうん、まあ、映画だけは拝見させてもらって、全然インタビューとか、 ありがとうございます。できなかったんですか？あの時はもう7でやって、うん、あの時の感想はあの見たら、はい、1週間旅行したくなりますねっていう感想を最後に言ってたんですけど、今回これ見るとちょっと1泊2日の旅行に行きたくなれば規模が縮小しましたねいやいやいや、でも内容は濃いということですね。まあそうですね、本当になんかぜひとも旅行会社をタイアップしてたっけ関西そういうタイアップ一気に大きい話になってきましたね面白いかなと、うん、気まぐれな旅行はどうですかっていうか確かにやってみようかなとか、うん、でもまああのね、お二人とも関西一泊二日で舞台さんということをお聞きしてるんで、はい、それもそうです、はい、そうなんです。数字にこだわってくださいそうですね、2日間、うん、旅行と一緒に挨拶させていただきます。一個気になりだすと、なんかそれにふっつけをふっつけようとしてしまうんで出てもなんかこの映画に持っていきたいなという感じで、はい、一泊二日の物語なんで、あの監督とプロデューサーも一泊二日で来ましたということで、はい、だから二日間の上映ということで、はい、納得できます。でもなんかすごいいいなと思いました、その流れそれで納得なんか今使わせていただこう自分で言ってすごい納得しましたそれで自分で言って、ね、そうそう、だから関東は地元やから長時間しますけど、はい、関西にわざわざ来たよということで、はい、2日間の上映ということであとまだ神戸とか京都も2日間の上映で各地方は2日間2日縛りで2日縛りで土日お願いしますということで、どうでしょうか営業していったらどうでしょうかちょっと別の新しいところとかね、お声掛けする際はちょっとそれ行ってみようかなと思います、はい、まあそうね、映画ってそういうなんかいろんなこと考えられるんで面白いですよね。この25分の短編でなんかお客さんですごくいろんなこと考えることがきっかけになって、あのでもそれは作品がやっぱり明るいから、こういうちょっと明るい話ができるかなと思いますし、最近割合家族もんでちょっとね暗い映画の作品も多いんでね、うん、やっぱり明るい方がいいですよね。そうですね、なんか私が考えていた時よりはすごく明るい形になっているので、だからちょっと初めのこの嵐のエキスを見ると、はい、あ、悪い方にもまあ持っていこうと思えば持っていけるエキスですね。もうそのそうですね、最後のっていうのもありますしね。ねねね、だからそういうふうにちょっと、あ、最後のちょっと暗い旅行なのかなと思ったら、まあ見ていただくとじゃないことが
そうですね、あと岩岳の方以外のその二見さんと峰雄さん、二見優さんと峰雄さん、翔さんの二人がねすごくあのキーマンというかね、うん、外部的なのにすごい持っていきますよね、外部的な登場人物なのに、はい、すごいいい、なんて言ったらいいんですかね、それもなんか逆気まぐれっていうかね、いきなりっていうか、まあ、初対面なわけじゃないですかね、だからそれもなんかスッとこう映画に入ってきてるし家族に入ってきてるっていうのがなんかそこもすごいなっていう、うん、そうですね、なんかその馴染みつつもその異物感があるというか、うんうんうん、そのバランスがすごいお二人は素敵でしたね、うんうん、だからそのお二人もそのこの家族たちの気まぐれに付き合ったっていうかね、そういうふうな、そうですね、ね、感じですよね、だから結局あの方たちも気まぐれメンバーなのかなっていう、そうですね。ね、そこでもだから、そうだと思います。そこまでいけますよね。この4人の、家族の4人だけの気まぐれじゃなしに、登場人物みんなの気まぐれかなっていう感じですね。まあ、映画は、そう思います、そう思います。映画は気まぐれで見たらダメなんですけどね。まあでも、きっかけは気まぐれで気にしていただいて、劇場の方にね、そうですね。いただいたら。気まぐれにフラッとね、ぜひお越しいただけますと幸いです。はい、はい。気まぐれで皆さんにお勧めしていただくと、気まぐれにヒットするという、はい、それで大変嬉しいですね、時期でございますんで、はい、また気まぐれで、新しい新曲が出てくる、すべてそれに、ね、持ってきたいと思います、はい、皆さんね、この動画もありですけど、はい、本当に、あっという間の25分なんでね、少しね、ティータイム感覚で見てもらっても全然ね大丈夫ですけどね、あ、そうですね、はい、30分で短いです ね、はい、ね、大阪もそんなにお時間取らないんでね、ぜひともちょっとはい、乗っていただいたらいけたいかなと思います。はい、では最後になりますけども、メッセージよろしくお願いします。はい、映画気まぐれがですね、上映を迎えまして、上映初日の時にたくさんのお客様にお越しいただいて、あ、映画作ってよかったなって本当に心の底から思いました。家族の物語なんですけども、見ていただいたらきっと感じていただけることがあるかと思いますので、ぜひ劇場にお越しくださいませ。お待ちしております。ありがとうございました。はい、皆さん2日間ぜひともね、ジュースの方行っていただきたいと思います。はい、はい、お待ちしております。東京郊外で忙しい中ね、どうもありがとうございました。はい、微力ですけども、ありがとうございます。応援させていただきます。いや、大変嬉しいです。ちょっと脱線気味な話になりました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、ではまた、はい、大阪のでヒット、はい、応援したいと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。